ウォッジェ干渉は中部太平洋のマーシャル諸島にある干渉で、マーシャル諸島共和国の行政区の一つである。太平洋戦争中はウォッジェ干渉と表記されており、現在でも戦争関連書籍ではそのように書かれることがある。一方、当該地域研究の専門家はウォッジェ干渉、またはウォッジェ干渉とすることが多い。 ウォッジェ干渉の陸地部分は8平方キロメートルであり、マーシャル諸島の中でも最大規模の島のうちの一つである。章庫は624平方キロメートルの広さを持つ。干渉で最大の島であるウォッジェ島は干渉の東端部に位置する。1999年時点の島の人口は900名であった。2007年の時点ではほぼ1000名である。この中には、 ノーザンアイランド高校に通う寄宿生200名を含む。約125名は、ウォッジェ本島から8マイル北にあるオドメジ島で生活する。他の島々は無人で、コプラの生産やピクニック、食物採集などが行われている。ウォッジェ干渉には1943年8月1日に、海軍第64警備隊が着任。 第4艦隊霊下の3500人が駐留していたが、同等の防備のため、三笠とカスガから取り外された15センチメートル複砲が計6問提供されたという。ウオッゼ干渉の砲台は、クエゼリンの戦いにおいてアメリカ海軍艦隊との交戦により破壊された。アメリカ海軍の空襲を受け、上陸は阻止したが、2900人のが死者を出した。 ウォッジェ空港から、マーシャル諸島航空の国内線が飛んでいる。毎日新聞1944年2月5日付、記事書集など太平洋学会編、太平洋諸島百科事典 P51、中原清氏の、竹、峰聖一郎、マーシャル諸島ハンドブック最前線指揮官の、太平洋、戦争2003、ピアニッシも十2 2 2 2 2 3ありがとうございます。